はいじゃないけど。今日は対戦をやるんですか？いや、今日は金を集める。は？ポケモン育てるのだってお金が必要なのよ。ということで今回紹介するのは金作人フィアよ。なんと、1周で10万円。おお、すごいのかどうかよくわからないわね。はぁ、すごいでしょ。ということで今回は現在のお金稼ぎで最高効率と呼ばれてる学校大会集会をやってみるわよ。始める前にニンフィアをよく見てみましょう。レベルは当然100よ。テラスタイプはノーマルですか？あ、テラスタイプとか一切使わないんで何でもいいです。はぁ、はぁって言われても使わないものは使わないし、持ち物はお金稼ぎ最高効率のお守り小判ですね。持たせたポケモンが戦闘に出るとお金が2倍もらえる。すごいこと書いてるわね。まあここの情報はこれくらいでしょ。次のページ。へぇ、技はこんな感じなのね。あ、ハイパーボイス以外の技は使わないんで、ハイパーボイス以外は何でもいいです。そしてそのハイパーボイスは技の一番上にセットしてね。ハイパーボイス以外使わないって本当ですか？本当よ。そして特性はフェアリースキンにしてね。お、ノーマルタイプの技がフェアリーになってさらに少し威力が上がるやつね。そうよ、リザードンレイドの時に少し話しましたね。あ、あとハイパーボイスは一応技のポイント1段階上げてるわ。そしてこれが努力値、特攻と素早さに振りましょう。なんか他のところにも振ってない。いや、これは特に関係ないです。とりあえず特攻と素早さ、ここちゃんと上げておかないと倒されるからね。素早さは170以上にしておけば確か大丈夫だったはず。おい、攻略サイト調べか。当たり前じゃない。そして性格は真面目ってなってるけど、ミントで控えめの性能が上がるように変えてるわ。このニンフィアさえあれば周回できるのですか？もうバリバリよ。っていうかニンフィア1体だけなの。当たり前じゃない？絶対手持ちポケモン2体とかにしちゃダメよ。なぜダメかというと2体にすると必ず交代するかどうか聞かれて、さらにそこで A ボタン連打し続けると交代しちゃうのよ。へぇ。ということで周回やってみるわよ。まずはここのおじさんに話しかけてみる。ここからすでに周回が始まってるのですね。そうよ、ここからはもう A 連打のみ。まあ連打って言っても3秒に1回くらいでいいと思うけど。え、じゃあこれ画面見ないでもいいってこと？まあそうなるわね。でもなんか怖いですね。最初はそう思うかもしれないけど、慣れたらもうみんな見ないわよ多分。っていうかさ、今頃金作ニンフィア紹介するとか遅くない？もうみんな知ってると思うんだけど。私が紹介したいだけなんだからいいじゃない。さて、最初の相手は誰かしら？モミザですね。モミザか。何よ、なんか問題があるの？いや、問題はないけど、ちょっとだけ遅くなると思うわ。このニンフィアの強さを見せてあげるわ。あまりにも早いハイパーボイス選択。私でなきゃ見逃しちゃうね。そして瞬殺されるスリーパー。寝てろ。ほら、ポケモン1体だとこのタイミングで交代表示が出ないのよ。まあ1体しかいないんだから当たり前といえば当たり前なんだけど、時間短縮にもなるわ。お嬢様が話してる間にバチンを見た。倒すの早すぎるわよ。相手のポケモン交代の方が時間かかってますね。鬼ゴリに対してもハイパーボイス。ハイパーボイス強すぎない？フェアリースキンでさらに火力が 1.2 倍になってるからね。っていうかフェアリースキンってどうやったらフェアリースキンになるのよ。初めからフェアリースキンのニンフィアを捕まえればいいのよ。それか、パッチを使うか。パッチもったいないじゃない。じゃあ危険予知の EV を進化させればいいわ。私は実際そうして夢特性のニンフィアにしたし。 EV の夢特性は結構持ってる人多そうですよね。なんでよ。最近 EV のテラレードのイベント来てましたし、あのイベントの EV 特性危険予知持ちが多かったんですよね。運が良かっただけかもしれませんが、シビルドンの時だけが年貫通するのは何なのかしら。ここまで全部一撃じゃないの。だからこそ周回に向いてるのよ。もう次が最後の1体ですね。はい、来た。どひどいでひどいで。何言ってんだお前。出ましたね。お姉様を対戦で苦しめたやつじゃない。こいつはね、残念ながら一撃で倒せないのよね。残りましたね。まあでもあれなら次のターンで倒せるでしょ。まあ毒毒とか固着な技を使ってくるけど特に気にしなくていいわ。だけどこれのせいで時間がかかる。何が毒だ。ここから自己再生とかしてほしい。スピード上げてるニンフィアがそんなことに言うはずないのよね。無事ハイパーボイスで突破。消えろ、再度と出てくるんじゃねえぞ。どんだけどひどいでに対して恨み持ってるのよ。結構可愛いですけどね。どひどいで。あなたも毒毒自己再生で耐久されればいいんだわ。ってことで無事一人目に勝てたわね。何も問題がなかったわね。この婦人的退場手加減などはしない。というよりできない。一人倒せば大体2万6400円がもらえます。まあそれを4回繰り返すわけだから10万は超えるわよね。確かに10万超えるわね。っていうか本当にそんなお金必要なの？金の王冠とかタウリンとかお金は大量にかかるのよ。へえ、そうなんだ。そしてこの学校最強大会で初
鋭い眼光ですね。でも出てきたポケモンは可愛いわよ姉様。屈強なポケモンが出てくると思いきやまさかのパチリス。そんなパチリスにも容赦なくハイパーボイスを叩き込むお嬢様。はい、急所に当たろうが当たる前が一発です。ああ、こんな小さいポケモンを一発とかかわいそう。お前周回してるのに何言ってんの。お姉様には心がないんだわ。心がないのはお前の方な。あまあまあ、次に出てきたのはビークイン。プレッシャーなんて声だけで跳ねのける。まあ基本的に一撃なのね。でもこれなら他のポケモンでもできそうだけど。それは知らない。私は今のところ人気やくらいしか知らない。フェアリータイプっていうのがいいのでしょうか。効果がないタイプが確かいないでしょ。フェアリータイプって、そして相性悪いのが少ないと思う。思うだけかよ。逆はあるんですけどね。ドラゴンタイプはフェアリータイプに効かないわよね。なんで、なんでって言われてもなんでなのでしょうかね。ゆきねの子、ハイパーボイス。さっきのドヒドイで見たく一発で倒せないのって他にいるの。いたかしら。いたと思うけど忘れたわ。はぁ、あ、何よそれ。ハッサム、ハッサムには確か先制攻撃された気がする。そしてもしかしたら一発じゃ無理かも。曖昧ですね。あとボタンのブイブイ軍団の誰か。はぁ、あ、何よそれ。ブイブイ軍団と戦った後体力結構減ってたから多分一撃で倒せない敵がいるんじゃないかしら。何で戦ったのに知らないのよ。そりゃ画面見てないからね。はぁ、あ、ダメだこいつ。サワロ最後の1体になりました。ハイパーボイス、ハイパーボイス。テラスタル演出のカットが欲しいわ。ダメでしょ。特にレイドやってるとそう思うわ。お嬢様ソロですしね。結構長くないあれ。みんなどう思ってるのかしら。二人目も無事撃破ね。さて、残り二人目。確か最後のバトルは主だか、校長、メモの誰かで固定ですよね。多分そうだと思うわ。その三人しか出てこないし。そういえばこのゲームってさ、四天王に再挑戦できるの。無理だと思うわよ。四天王と戦った場所に行ったけどおじさんが当選簿してたし。あ、でも八作とはこの学校最強大会で戦うことができるわよ。あの人ここの教師ですからね。そうなんだ。ペパーか、遠慮なくぶっ飛ばす。ワンチャンツーチャン狙っていけよ。今の時点でだいたい5分が経過してるわね。まあこの周回、だいたい1周10分程度かなと私は思ってるわ。10分少し超える程度かしら。これ、ハイパーボイス増やす必要あります？ないかも。でも一応念のために12くらいにはした方がいいんじゃないかしら。技が切れるっていう恐怖はなくなるし。しかし、リザードンレイドといい、今回の金作といい、ニンフィア大活躍ね。そうねー、ニンフィアレベル100にしたのこれ2体目だし。リザードンレイドのニンフィアとは別のニンフィアだったのですね。バイオレット、スカーレット1使えるポケモン認定したいくらい使えるわ。スコイラン。あの頭がピーマンみたいなやつね。なんか頭の部分食べられそうですよね。お前発想が怖いわね。ポケモンって食べられるのかしら。怖いこと言うな。怖いんだよ。有無を言わさずハイパーボイスでポケモンを倒してるお姉様に言われたくないわね。別にこれは倒してるだけだし、殺してないし。巨人音とか硬そうですけど倒せるんですか。ハイパーボイスを舐めるんじゃないわ。こんなに硬そうな巨人音でもほらこの通り、一撃で倒せるんですね。お前はテレビショッピングの回し者か。次に出してくるポケモンはパルシェンです。こいつにも負けた記憶が。お姉様勝ったことないんだから負けた記憶しかないじゃない。1回はあるわよ。1回だけね。もうそろそろみんなランク上がって、底辺には私と同じような初心者しかいないような環境になってるかしら。ゴミクズみたいな思考してるのなお前。結局上がれば強い人と上がるので意味ないと思いますよその考え方。マクチェフ、こいつは威嚇してくるけど下がるのは攻撃だし意味ないわね。当然耐えきれるわけもなく。さようならマクチェフ。これで3人目も撃破ですか。さて、最後は校長か、それともオモダカか、それともネモか。誰がいいの。誰がいいとかは特にないわね。誰が来ても大体同じ結果になるわ。
にも勝つ。敵がいきなりレベル100とか出してきたら面白いのにね。面白くない？そんなの絶対面白くない。そういえばお姉様、このニンフ屋の個体値ってやつは確か全部 V だったわよ。攻撃は V にしなくていいみたいだけど、もともと V だったから仕方ないわね。お、最後はネモですね。ネモか、全力でやるわ。ハイパーボイスしか使わないじゃない。あの右手のやつは何なのかしら。ああいうのポケモントレーナーって感じがしていいわよね。もしかしてどこかの店とかに売ってるのかしら。お嬢様、こういうファッション系の店にはほとんど行ってませんからね。この学校最強大会、ズガルガン出すやつ多い気がするわ。タイムも確か使ってたわね。ズガルガンは人気ポケモンなのでしょうか。ま、一撃で倒すんだけど。そういえばこの学校大会でペパー、ネモ、ボタン、ルートのボス全員と戦えるのね。ああ、確かにそうですね。悲しいことに全員金作の餌食になるんだけど。公開間一つで普通に一撃で倒してるのよね。まあ特攻全振りだし、今一つでも 1.2 倍だし。お前は抜群、耐えられるわけもなく。こいつあんまりドラゴンタイプって感じしないのよね。ゴンだし、ドラゴンでしょ。何そのとんでも理屈。結局こいつは何タイプなんだ。効果抜群みたいですけど、似た感じか使うか。っていうかポケモンのタイプくらい覚えなさいよ。そうは言っても難しいわよ。400種類もいるのよ。そんなんじゃいつまでも勝てないわよ。え？じゃない。ノココッチだわ。もうノココッチと最後のポケモンで残りみたいですか。はい、残り1体になったわよ。最後は誰が出てくるの？最後は当然私がネオハイランだから、ウェイニバルよ。つまりここは選んだポケモンによって変わるということですね。まあ誰が出てきてもって感じはあるけど。よし、最後のハイパーボイスよ。しかし、これじゃあニンフ屋の喉が大変なことになるわよ。これは老気に訴えられるかもしれませんね。訴えられないわよ。よし、すべて倒したわ。ハイパーボイスが強すぎる。というよりニンフ屋がヤバい。そういえばハイパーボイスって普通に覚えるの？いや、ハイパーボイスは技マシンを使って覚えさせたわ。そうなんだ。お、3万4560円ももらったわ。やはり10万円以上は確実ですね。そして一番最初に戻る。なんだそれ。はい、ということで一周終わり。大会に優勝するとアイテムがもらえます。かなりいいアイテムもらえる時あるし、これも地味に嬉しいわ。そして重要なのはここ。何が重要なのよ。ほら、今一歩も動かずに話しかけられたでしょう。確かに。これで A ボタンを押し続ければ無限にこれを繰り返すループに入るのよ。確かにこれなら画面を見ないで A ボタンを押してさえいれば続きますね。まあ今回はしないけど。ということで、今回はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。